シュートレンジの広い選手という印象です。昨シーズンは23点平均得点がありました。安藤得点、エンドワン、シュートも決まって、さらに相手にファールがあるエンドワン、バスケットカウントです。バウンスパスからペイント内に入っているキックアウトパス、ノーミのスリー、ノーミが1本目から決めてきました。マカドゥとのピックアンドロール、ペイント内でもらってマカドゥ、インサイド強さを見せました。マカドゥの得点、シンスンミンが見ています。エヴァンス中で勝負、あ、決めた、エンドワン、ベランゲルが見ています。ミスマッチをつく、長身の選手が入ってきました。2メーターあります。ホティクラーク、あ、ここはバックボードに当てて決める。3秒、安藤打った、どうか、エヴァンスつなぐ、巻き戻っている、エヴァンス決める、エンドワン、ふわっと浮かしてクラーク、ペイント内でもらってダブルチームですが、あー、それでも決めてきた。ここはニコルソンが決めてきました。マックスウェル、皆さんでブロック、メランゲルのダイブに対してブロック、簡単にゴールさせませんでした。津山、エヴァンス、クラーク、そしてニック・ヘイ、鮮やかな連携でした。23点目、安藤、津山、キャッチャーのシュート、スリーポイントきました。安藤トップの位置、ディープスリー、津山、津山に連発、7点差まで一気に詰め寄りました。韓国のテグ、タイムアウトです。これがバスケットボールという。安藤です、安藤が、あー、決める、 N1、 ここからよくエヴァンスがつないでマイボールにして、コティクラーク、アシスト力もあります。ノーミのスリーポイントが打てます。確率が今超高い状態の津山、モールをもらいに行きますが、ここはインサイドを選択しました。コティクラーク、またエンドワンです。ワンスロー、こちらニック・ケイに対してマックスウェイ、安藤、ニック・ケイトップですからスリーポイントシュート、ー決めた、ニック・ケイのスリー、オールラウンダーコティクラーク、ワンオーの状態からスリーポイント打った、決めた、逆転、ついに島根、今日初めてリードを奪いました。リードチェンジしました。2分切ってきています。ニック・ケイ、速いパス、津山、コーナーからのスリーポイント、津山、今日は高確率。キム・ナッキョンもいます。そのキム・ナッキョン、今日はスリーポイント高確率で、安藤がこの鬼ディフェンス、キム・ナッキョン打てない、体寄せる、スリー、こだった、あー、これを決める、すごい、今日はやはりあの安藤のディフェンスを受けながらのあのシュートでした。恐れ入りました。エヴァンスルーク、ニック・ケイが最後触りましたが、ブザーが鳴ってここでタイムアップ、試合終了ということになりました。韓国のチームテグ、韓国ガス、ペガサスを迎えてのプレシーズンゲーム、島根スタノーマジックはタイスコア引き分けということになりました。皆さんの
ち、集まりました。こうやって、海外の方から、はるばる来てもらって、こうやって、なんだろう、こう国を越えて、こうやってプロチーム同士で戦えるのも本当に、珍しいことで、楽しかったです。もうすぐ、天皇杯が始まるんで、今年こそは本当に、天皇杯も、勝ち取りに行きたいと思います。そして、シーズン、チャンピオンシップ絶対取りに行きましょう。